まずはこちら。Me, I don't understand why I don't have any friends. 自分、なんで友達がいないのか理解できない。Also me, when I see someone I recognize in public. また自分、街中で見知った人を見かけたとき。え?友達って街中で声かけたらできるの?じゃあ、アルバイトの帰りとかで一緒になったら友達になれたりするの?まさか、嘘だ。そんな簡単なはずがない。はい、今回は陰キャの共感を呼ぶミームをいくつか見ていこうと思います。Government, we need to shut everything down for 30 days. 政府、30日間すべてをロックダウンする必要がある。Introverts, extroverts. 陰キャ、陽キャ。不況だ不況だ、家にこもることの楽しさを不況だって顔してるけど、大して変わんねえよとしか思ってないからね。陽キャが作ったのかこのミーム。When you're at a party and you only know one person. パーティーで知り合いが一人しかいないとき。パーティーに行って誰か一人にしがみついてられたらそれはもう立派な陽キャなのよ。本物の陰キャはな、パーティー行ってもプラカップ片手に隅っこでしょんぼりしてるだけなんよ。When you're about to say something, but then decide it's not worth the effort. 何かを言おうとしたけど、その労力がもったいないと判断したとき。口喧嘩が弱い理由ナンバーワンがこれだよ。自分の主張があってもそれを出して口論を長引かせてもしょうもないなと思ってしまう。陰キャの根本にはめんどくさがりってのがあるんだろうな。Me when I'm alone and the voice in my head says something funny. 一人でいるときに頭の中の声が面白いことを言ったときの自分。いや、これは陰キャに限ったことではないでしょう。陰キャならではなのは、これを公衆の面前でもやっちゃうのよ。電車とかバスとか乗ってる時とか、人のプレゼンを聞いてる時とか。普段一人だから脳内マイペースなのよ。さぞかしキモいやつだと思われてるんだろうな。Motivational speaker. You can do anything. You just have to wake up the lion inside of you. やる気を起こさせる演説家。あなたは何でもできる。あなたの中のライオンを呼び起こせばいいのです。The lion inside of me. 自分の中のライオン。さぞかし心地いいんだろうね。俺の中のライオンが見つけたその木の枝は。おかげで俺は社会の中で心地いい思いをしたことがないよ。俺の中のライオンって俺が心地よく過ごすために存在するものじゃねえの?俺の中のライオンが心地よくなってどうすんだよ。本末転倒だろうが。People who ask, can I call you are so sweet.Like, obviously you cannot, but so sweet. 電話してもいいと聞いてくれる人はとても優しい。もちろんダメだけど、とても優しい。ただでさえ人と話すのが一苦労だというのに、貴様は顔が見えない電話をしろというのか?優しいのはわかるけど、殴っていいかな?コミュニケーション能力の低下を露見させたくないから、せめてチャットにさせてくれ。Her, you don't talk much, do you? 彼女、あまり喋らないんだね。Him, no.彼、うん。Her, how much of an introvert are you? 彼女、どれくらい内向的なの? Him, man arrested for training dog to throw bricks at people ringing his doorbell. 彼、ドアベルを鳴らす人にレンガを投げつけるように犬を訓練した男を逮捕。おいおい、嘘だろ。そんなことができるのか。俺今まで猫派だったけど犬派に乗り移ろうかな。いや、待てよ。猫って高いところから物を落とす癖があるから、猫派なままでもこれができるんじゃないか?皆さんは陰キャと陽キャどっちですか?僕はどちらかというと陰キャですね。陰キャでコミュ障です。そのコミュ障を克服しようと今 YouTube で一生懸命喋って皆さんに下手な動画を見せてる次第です。ということで今回は以上です。それではまた。